こんにちは、土の子です。さあ続きやっていきましょう。ワンワン、あ、最後の砦は石だ。おお、みんな何か作ってる。砦を作ったんだ。ルッキー、もうどこに行ってたの？あ、まさかこの声は。エマ、あ、土の子なのね。幼なじみのエマよ。もちろん覚えてるよ。おかえり、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて私。泣かないで。こんなに嬉しいのに泣いてたらダメだよね。本当にお帰りなさい。ごめんね、僕のせいでこんなになっちゃった。お、宝があるな。そこ、私たちの村随分変わってしまったでしょ。土の子が後ろに旅立ってすぐにホメロスという名の将軍がやってきたの。血の皮弱ない冷たい目をしてたホメロスは私たちを 村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要ないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれお城に閉じ込められたけど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちに傷つけなかったし。グレイグか。土の子は長旅で疲れてるもんね。おしゃべりは後。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。母ちゃんか。あ、はっ、この後ろ姿は。さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもにまた任せな。私たちの戦場はここだよ。おばさま、大ニュースよ。どうしたんだエマちゃん。驚かないでね、あそこを見て。ん？どうも、僕です。土の子。よく無事でいてくれたね。恐ろしいことばかり起きて私はてっきり。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり恐ろしい魔物が大陸中にあふれ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力を失っていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく困った人をみんな助けてくれてね。私らを守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて大陸中の人々が集まっているのさ。なんとあのデルカダー王もいらしてるんだよ。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んでって仕方ない。やり返しちゃダメ。すぐにとは言わないけど王様に会いに見行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。おお、王様。無事であったか。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日からわしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、民にもそなたにも本当に申し訳ないことをした。許してくれとは言わん。この号は民たちを守ることで返していくつもりだ。土の子よ、そなたは大樹での出来事を覚えておるか。はい。そうか、わしは何も思い出せぬの。ただわしに取り付いてた何者かが抜けていったような。そして気を失い目が覚めた時にはこの砦に運ばれた後であった。のう、一つだけ聞いてくれ。我が娘マルチナは生きておるか。わからないんです。
でも生きていました。そうか。報告します、英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。ん、さて我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやもしれぬが、あやつを出迎えてやってくれ。おお。どうも、僕です。生きていたのか。は、よく戻ったなグレイグ。成果は？デルタガール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。民たちを安全な場所へ。うむ。皆聞け、次期魔物どもが来る。戦いに備えよ、かがり火をたけ。悪く思わないでくれ。グレイグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。これ以上あやつを一人で戦わせたくないのだ。そなたの力を貸してやってくれ。はい。今夜の戦いをしなげば勝機は我らにある。砦の外へ向かうのじゃ。わかりました。みんな集まってる。よう新入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。腕っぷしは確か運もあるか。あんたは見どころがありそうだ。なんだ。よし着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。いて。敵襲、敵襲。ん？行くぞ。うわ、本当にいっぱい来た。やべえ。来るぞ、備えよ。クロスボウ。わあ、あ、僕もいる。大丈夫か。おお、頑張ってる頑張ってる。行けー。あれ、頑張ってる。なんかいろんなとこでみんなが頑張ってる。ちょっとお宝だけ取らせてください。お宝を取らせてください。なんだこれ。なんでこの人は、なんで、あ、あ、戦ってたのね。伏せろ。おお、ずやー。わ、かっこいい。気を抜くな。囲まれたか。おも、次にお前に構う余裕はない。来るぞ。頑張れ頑張れ僕。え、なんだ。デュラハンか。出た。
その体験、その強さ、貴様がグレイグか。マグンシレ殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。笑ってる。貴様を仕留めれば。そっちが顔なの？盾顔なの？褒美はたんまりだ。マグンシレ殿は気前がいいぞ。わはん、はんわ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 。お前たち何をボケっとしてる？グレイグを殺せ！わ、来やがった。うわ、戦うの？うわ、マジ戦いだ。大丈夫かな。ゾンビ師団長。さて、やっべ、回復してね。何やってたんだ。火炎切りだ。ほら、よし、いいぞ、強い。グレイグでよろしくお願いします。皆さん、やっべ、強え。脱力踊り かなり下がった。グレイグお願いね。グレイグだけが頼りだから。あとは火炎切りで大丈夫でしょう。よし、苦戦はしなかったね。ぐわ、おお、ほお、逃げろ。かわいい走り方。グレイグ様、おがよお呼びです、この度の働き見事であった、グレイグ。そして土の子は、お前たちのその強さを見て私は確信した。この地に光を取り戻す戦いを今こそ仕掛ける時だと。魔物の巣窟と化したデルタガール城に潜入し、徳闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。お言葉ですが、王よ。まあ聞け、わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと密かに城を探らせておったのだ。報告によればデルタガールの丘の崖上にデルタガール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。なるほど、そこに行けと。城の中に入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。デルタガールのデルカダールの鍵をゲット。私は反対です。その間砦の指揮は誰が取るのです。我らの留守に攻め入れられればここは魔物の餌場と同じですぞ。そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば城内の警備は手薄になろう。今こそデルカダール城に潜む常闇のを生む魔物を打ち払うのだ。私はこれ以上民を失うわけにも。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。はあ、なに案ずるな。わしはこの数ヶ月の間思い知らされた。我が民は強く優しさに満ちて何よりも勇敢だ。一晩だ。一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。は、陛下。任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。わかりました、陛下。王の計らいで土の子はしばしの休息を取った。グレイグ。行こう。土の子。エマ？エマじゃなかった。母ちゃん。グレイグ様、お願いです。少しだけ話させて。
手短にな。行くのね。ああ、何があってもへこたれるんじゃないよ。グレイグ様と助け合ってしっかりお役目を果たしてくるんだよ。母さんも年かね。あたりがこう暗くっちゃあんたの顔も見えやしない。今度は太陽の下であんたの顔をよく見せとくれ。わかった。時間がない、行くぞ。息子をよろしくお願いします。うん。リタリフォン、ご婦人を砦へ送ってやれ。ヒヒーン。返事しねえのかよ。あれ、行くぜ。アホビエ、砦の民のことは心配するな。約束をたがえることは決してない。我らの使命はデルタガールの丘の学園の上にある地下水路への道より城内に侵入し、徳闇を生む魔物を打ち倒すこと。導きの教会に行くぞ。了解です。導きの教会だね。おお、もう来てる。うわ、向かってる。大丈夫か。魔物たちが砦の方向に飛んでいく。できるのは信じることだけか。先を急ぐぞ。急ごう。うわー、これ欲しいけど。強そう。よし、なんとか倒せた。よっしゃ。大冒険まで来たぞ。ん？ひどいありさまだな。上に上がる階段まで壊されている。おそらくこの先の玉座の間に常闇を生む魔物が潜んでいるのだろう。神聖な玉座を汚すとは許せぬ。何とかして上に上がる別の道を探すぞ。これは、あ、勇者の力まだ残ってんの。まさかなくなったと思ってたのに。あ、ホメロスとグレイグ、来い、ホメロス。やあ、ナイス。行け。まだまだ修行が足りんようだな。相変わらずだな、バカ力だな。さあ、二人とも元気が良いな。あら、挨拶がまだであったろ。我が娘マルティナだ。はあ、ちょっと苦手なのかな、ホメロス。お前たち二人がこの国の未来を守るのだ。頼んだぞ。お、英雄のペンダント。なお、ホメロス、お前の知恵と俺の力、二つが合わされば王国一の騎士になれるぞ。そして姫様とこの国をお守りするんだ。
おい、聞いてるのか。なんだよ。ん？王国最強の騎士に与えられるというデルタガールの盾が王の寝室にあるらしい。見てみたくはないか？いずれ僕たちが手にする盾なんだろう。しかしどうやって見るんだ？王の資質なんて魔法でも使えなきゃ入りやしないぞ。誰にも言うなよ。この前俺は一人のつまみ食い犯を見つけた。誰だったと思う？我が王だよ。食器棚の上から出てきてケーキを一口パクッとさ。あれは王の資質につながっているはずだ。はあ、そういうことか。近頃お腹がだらしないって王妃様に叱られていたもんな。今晩台所に集合だ。いいな。おう。なるほど、台所にあるんだ。何を思う、ホメロス。そうだ、長らく忘れていた。台所に王の資質へ続く抜け道がある。時を超え世界の記憶を知る。そうか、胎児へと連なる勇者の力というものなのか。台所は城の 北側にある。食器棚を調べてみよう。わかりました、行きましょう。食器棚、これか。動かす、お、動かせるようになった。あの時は俺が衛兵に見つかって抜け道を見つけることはできなかった。王に叱られて白獣の鎧磨きをされたよ。ホルメロスは怒ってな、取っ組み合いの大喧嘩だ。悪さばかりして王を困らせていたものだ。だが楽しかった。二人でデルカダールの未来を担うのだと心から信じていた。今までの非礼を詫びる。すまなかった。この先誰が待ち受けようとも俺は戦う。もう二度と俺の剣が道に迷わぬよう力を貸してくれ。わかった、行こう。真っ暗だな。何かいるか。パチ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 。お、お前はホメロス。お元気そうで何より。我が友、そして哀れな悪魔の子よ。ホメロス、やはりお前。うわ、その短期直した方がいいな。周りが見えていないからお前はいつも空回る。ぬあ、なぜ魔王に魂を売った。共にデルカダールを守る、そう誓ったはずだ。なぜ、なぜと問うのか、お前が私に。何がおかしい。では私もお前に問う。ふわ、なぜお前は私の前を歩こうとする。うわあ、なぜお前ばかりが力を得る。なぜだグレイグ。嫉妬か。無視。先に
嫉妬が憎しみに。私はもうお前の後ろは歩かない。愛も夢も光も、そして友も、この世界では何の意味も持たない。あるべきは力、世界を滑る闇の力だけ。私の力を認めてくださるあの方こそが真の王。王の歩みを邪魔する者は私が許さない。大丈夫か？めっちゃ強かったけど、このついさっきだぞ。故郷を奪われ、民を失い、友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても俺に守れるものなど何もないと思っていた。だがまだだ、まだ俺には守るべきものがある。ツチノコが世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。グレイグ、ふん、ホメロス、いや魔王の手の者よ。その命、私がもらい受ける。できるかな、我が友。さあ、お遊びはここまでだ。あ、悪魔、悪魔じゃねえか。私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。あ、行っちゃうんだ。なんだ、ホメロス。なんだ、ナメコか？なんだ。ホメロスじゃないんだ、戦うの。我は魔王様の力を受けし、六王軍をの一人、色軍王ゾルで、闇を愛し光を憎む者。光当たってるよ。そなたは卑しい光を望む者たち、そして何より哀れな者たち。魔王様の闇は、魔王様は闇をお望みだ。我の命尽きるまで正常なる常闇は消えぬ、光は戻らぬ。さあ、汚れた光を癒しましょうぞ。大丈夫かな。やられたくねえこれ。さてと、まずはソードガード。恥ずかしい、寝癖が気になって動かないよ。あっちもソードガードしやがった。やばいぞ。こっちもソードガードだ。火炎切りでいいかな。ソードガードが発動しちゃってる。あー、39、なぎ払い、オッケー。ドグルマ、あ、やべ、これは痛いね。頑張ってください。パープルシャドウ、うわ、なんだと、影が出る。影ちょっと早めに消さなきゃダメじゃない。影も攻撃力は変わんねえぜ。うわー、影も強い。うわー、影が倍切ると、やめてくれ。よし、よかった。よし、 MP 足りなくなった。いいぞ。うわ、マジか、冥界の一撃。あ、でも対象がグレイグだから大丈夫か。全然ダメージ受けてねえじゃん。危ねえ、びっくりした。よし、うおお、おー、光が、お、私の愛しき闇が。なんだ、あ、オーブか。
パープルオーブ。はあ、なるほど。オーブをまさかまた取り戻すのか。お、おー、綺麗な満月だ。さすがだな、来てくれたのか、リタリフォン。いいやつだ。常闇は消えた。しかし皆が心配だ。ツチノコ、帰ろう。はい。どうなってる？みんなは？は？ん？誰か生きてる者はいないのか？はっ、ああ、誰か。ん？この音は、うんうん、はっ、今響く喜びの歌。朝が来た、朝が来た。歌ってるみんなで。大鷲が天に舞い、我らが讃える。参加の水は清く澄む。読めなかった。あ、エマちゃん。歌え、デルカダールの民よ、喜びの歌を。グレイグ、よくやってくれた。どいてくれよ。はあ、父の子ちゃん。今まで薄暗くてよくわからなかったけど、男前になったじゃないか。やっぱりあんたは私の子だ。ツチノコ、グレイグと力を合わせ、よくぞ太陽を取り戻してくれた。礼を言おう。だが世界は未だ混乱を極めており、そなたはこの世界の希望、勇者じゃ。どうかロトゼタシアに光を取り戻してくれ。今日まで我らが王国のためよく戦ってくれた。今宵の勝利はお前の力あってのもの、そのもの。さればお前のその剣を今こそ世界のために役立てる時じゃ。砦のことは案ずるな、民は強い。悩むことはない。お前の心はもうとうに決まっておるのだろう。はあ、ツチノコ、我らが勇者よ、この命今日からあなたに捧げます。グレイグ、グレイグが仲間になった。おお、仲間。ずっと仲間なのかな。サポートの方が HP なくていいんだけど。ははは、行っちゃった。皆の者、夜が明けたぞ。よし、最後の砦の祝宴は一昼夜続き、三冠の砦に絶え間なく喜びの歌が響いた。よし、とりあえず今日はここら辺で終わっときましょうか。よかったらまた次も見てください。それじゃあ、ツチノコでした。おー、グレイグ、レベル高え。僕がレベル低すぎるかも。